はじめまして、国際交流基金、カイロ日本文化センター、日本語教育アドバイザーの有末淳と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は、中東北アフリカ日本語ショートビデオコンテストの教師対象説明会ということで、お時間をいただきまして、ご説明申し上げます。はい、よろしくお願いいたします。それでは、今日の流れですけれども、まず、中東北アフリカ日本語ショートビデオコンテストの概要のご説明。そして、どうしてビデオコンテストをするのか。そして、ビデオコンテストの流れですね、スケジュールについてもご説明いたします。そして、どんなビデオが評価されるのか、ということについて、お話ししたいと思います。それでは、中東北アフリカ日本ショートビデオコンテストの、概要ということで、ですが、まず概要は、まずガイドラインに、書いてありますので、こちらは必ず一度は目を通していただけたらと思います。はい。ガイドラインなんですが、こちらにあるように、英語と日本語が用意しておりまして。はい。こんな感じで、ちょっと日本語の方はこんな感じになりますけど、ちょっと長いんですが、これ一通りやっぱり見ていただかないと、概要もわかりませんし、順番、申し込みの順番などもありますので、ぜひ先生の方もこちらを見ていただいて、学習者の質問などにも答えられるようにしていただければと思います。もちろん学習者の側にも、学習者の皆さんにも、参加者の皆さんにも、ぜひ一度、こちらは、一度とならず二度三度と必要に応じて目を通していただければと思います。こちら大変重要になっておりますのでよろしくお願いいたします。英語の方も同じ内容がこのように書かれています。特に、この How to Apply の部分とか、ですね。あとスケジュールの部分、こちらをご確認いただければと思います。はい。そしてですね、この中東北アフリカ日本語ショートビデオコンテストの概要として、ガイドラインの方に書かれていることを少し、かいつまで説明いたします。まず目的として、次のことが、考えられています。まず参加者が日本語を使ってテーマに沿ったビデオを作ることにより、中東北アフリカ地域の日本語学習者のさらなる日本語学習を促進します。日本人および日本語話者、日本語学習者に対して日本語を使い、自国の文化、自国、自地域の文化を発信することにより、異文化理解およびお互いのコミュニケーションを促進します。そして、これはちょっと先になると思うんですけれども、中東北アフリカ地域の日本語学習者や日本教師、日本語教育機関の交流やネットワーキングを促進します。ということで、これら3つが主な目的となっております。そして、大まかなルールについて説明いたします。今回のテーマは、私の一日ですね。二人のチームで参加することになるので、まあ、私の一日、私たちの一日ということになると思いますけれども、そのテーマに沿って3分までのビデオを作成すること。で、これ3分の制限時間をオーバーしたものは失格になるので、注意してください。で基本的に使う言語、話す言語は日本語です。ただ、私の一日ということで、場合によってはその友達と話していること場合とかは、現地の言葉で話している、そういう映像を使って、そこに例えば日本語のナレーションを入れるとか、そういう形にはなる可能性はあると思うので、あくまでも日本語を使って理解ができる、見る側が理解できるということを考えて、現地の言葉を使うことが禁止されているというわけではありません。そして、3つ目。これ忘れる人も時々いるんですが、必ず英語もしくはアラビア語の字幕をつけてください。見てもらう人は日本語学習者だけじゃ、日本語学習者、日本語話者だけじゃありません。例えば、日本に興味があるけれども日本語がわからない人とか、そういう方も、にも広く見ていただけるように、英語もしくはアラビア語の字幕をつけていただけるようよろしくお願いいたします。で、ここ4番目もポイントなんですが、ビデオにできるだけ多く作者、ですね。制作者が出演することということで、今までのビデオで、ただスライドショーを見せていて、そして作者自身があまり出てこない、
ビデオというのが時々見受けられます。それを禁止するものではないのですが、そういうものはまず、あまり評価が高くないこと、そして、誰が作ったかもよくわからないということから、基本的に作者自身が、出演していただくことということを、条件にしております。こちらも、詳しくはガイドラインに載せてありますので、そちらを見ていただければと思います。そして、5番目ですね。それと関係しますが、すべての参加者、この場合は、2人、チーム2人、今年は2人なので、その2人がビデオ作成に重要な貢献をしていることということで、例えば2人のうち1人が主にビデオに出ているとかいう場合も、場合によっては構いませんが、その場合ももう1人の人がただ名前を連ねているだけではなくて、ビデオの編集をしているとか、声の出演をしているとか、基本的に、しっかりとビデオ作成に重要な貢献をしていることというものも、重要視されています。こちらも評価の対象になりますし、ビデオの申し込みのときにどういう貢献をしているかというものを書いてもらいますので、ビデオを作る際は、こちらもご注意いただきたいと思います。そして大事なのは著作権侵害はしないことということで、こちらで著作権チェックをすることは難しいので、著作権のチェックは、本人がまずしっかりとしていただくことが大事です。で、もし何か著作権の問題とかが出た場合は、入賞等を取り消すことがありますので、よろしくお願いいたします。はい。で、参加資格の方なんですけれども、前回2回に関しては、今回3回目なんですけれども、前回2回に関しては、1名から3名のチームで参加してくださいということになっていましたが、今回は2名のチーム、ペアですね。で、参加することが、必要となっています。で、基本的に応募できるのは、各チーム1作品のみです。同じ人が2つ以上のグループに参加することはできません。参加者は全員次の全ての要件を満たすことが必要ですということで、日本語学習者であること。日本語学習歴は問わない。こちら、日本語学習者であれば、機関に所属していなくても自分で勉強しているということで、構いません。はい。で、2つ目が日本語母語話者ではないこと。三つ目が日本語教師、日本語通訳など日本語を主に使う仕事に従事していないことですね。はい。今、日本語を主に使っている、例えば通訳だとか、教師とか、あと、企業で、日本の企業に勤めていて、仕事でほとんど日本語を使ってますよという方は、参加資格には含まれません。そして、4番目、中東、北アフリカに在住していることということで、こちら国籍は問いません。どこの国の人でも、国籍でも、中東、北アフリカに今現在在住していれば構いません。逆に、中東、北アフリカの出身で、今、例えば日本に留学しているとか、他の国に、アメリカにいるとか、そういう方は参加資格がありませんので、よろしくお願いいたします。はい。そして審査に関してなんですけれども、主催者が指名した審査員が作品を審査し、順位をつけます。優秀作品には賞品を授与します。こちら、過去に2年間と同様、基本的にエジプト在住の、日本人の方が、これまで審査に関わっておりまして、今回もその予定です。で、審査の内容ですが、評価の対象は日本語力も含む映像表現と総合的なビデオの内容です。字幕は基本的には評価の対象にはなりませんが、意味が伝わらない場合、減点される可能性があります。ですので、字幕もしっかり意味が伝わるように作ってください。そして3番目、ビデオによって審査員が心を動かされたかも重視します。ということで、日本語がただ上手だとか、映像がただ綺麗だとか、それだけではなくて、やはり内容、何を伝えたいのか、どういうふうに伝えたいのか、そしてそれによって審査員がどう心を動かすのか、そこを重視した評価になっております。審査になっております。そして、いいね賞という、いいねの数が多いグループ、多いビデオが、受賞する賞があるんですけれども、いいね賞は原則的に2023年2月16日11時時点での YouTube のいいねの数が対象になりますということで、この時点でいいねの数が、いくつついているかで、いいね賞が決まるということになります。はい。で、過去の中東北アフリカショートビデオコンテストということなんですけれども、2021年が第1回。で、8カ国47チーム97名が参加し、テーマが私の街です。ビデオの方、こちらで見られるんですが、
こんな感じで。こんな感じになっています。はい。そして最後には審査員の公表もビデオでついています。で、優勝チームの、レバノンのムガイル私の街、こちらが優勝だったんですけれども、ちょっと今流しますね。皆さん、こんにちは。私のお名前はナイハムダンです。18歳です。今日はレバノンのジュベル山にある有名で静かな町についてご紹介します。ムゲイレ、私の町。この町は私たちは一つの大きな家族のようです。いつも一緒にお祝いをしたり、大変な時には助け合ったりしています。最後の思い出は休日です。食べ物がたくさん乗った大きなテーブルの周りに家族がみんなで集まって、冗談を言ったり笑ったりゲームをしたりお話ししてずっと時間を過ごすんです。時には私たちはみんな口論をします。よく口喧嘩します。でもそれは私たちの関係が弱まっているからではありません。全く逆で、私たちの絆は強くなり、お互いへの愛はますます強くなっています。私の街を訪れる、見ることができる全ての場所に驚くことでしょう。みんなで、こちらです。こんな感じですね。こちらがレバノンの第1回の優勝作品になります。そして、第2回ですね。第2回は8カ国24チーム44名が参加して、テーマは私の国の便利なもの。こちら、受賞作のサイトになりますけれども、こんな感じで最優秀賞がトルコのもので、で、セカンドプライズで、エジプト。こんな感じで発表してあります。で、最優秀賞の方をちょっと見てみましょう。こちら、トルコの作品になります。こんにちは、チームグリーです。前回にもビデオのコンテストに参加しました。とても楽しくて、私たちはまたそんなにいい経験したいです。このビデオの内容は国の便利ものです。そのために私たちは昔からトルコ人が使ったもの、クジネについて話します。クズネは一般的に冬に使うヒーターです。現在にはいろいろな技術的な暖房器具があるから、クズネはあまり使いません。トルコ人はほとんどエアコンとレジエーターを使います。そんなわけで私たちはチームメイトメルタムさんの祖父母の家に行きました。この家が約年前できました。この家は歴史的建造物です。この家をトルコはそのトルコ政府によって禁止されました。クジネは夏には台所でストーブとして、冬には今でヒーターとして使われました。いろいろな使うことがあります。一番はヒーターです。ここから火を起こして部屋が熱くなります。2番はオーブンとしても使うことがあります。ここに料理を入れて作ることができます。別の使うことはストーブです。上で鍋物が作ります。ここでお茶も入れます。このお茶も味はとても美味しいです。こんな感じですね。ということで、今のが、
第2回の優勝のビデオでした。はい。で、その優勝、最優秀賞ですね。最優秀賞には、2万5千カフェトークポイントという商品が、今年は、あります。で、最優秀賞2万5千カフェトークポイント。で、最優秀賞1万5千カフェトークポイント。いいね賞5千カフェトークポイント。メイキングノート賞5千カフェトークポイントということに。で、これが2名分なので、各一人一人にこれだけの商品が授与されるということになりますけれども、今回の商品のカフェトークポイントってどういうものかというと、このカフェトークっていうサイトが、サービスがありまして、こちらになるんですけれども、いろいろなレッスンを受けることができるんですね。特に日本語教育に関してのレッスンもいろいろあって、日本語 JLPT 対策だとか、会話の授業だとか、あと、変わったものだと、声優からレッスンを受けられるとか、そういうものはありまして、そのポイントが得られることになります。はい。他にも、漫画の書き方や文化講座などもあるので、日本学習者にとっては、なんか面白い体験になるんじゃないかなと思います。はい。商品はこちらになっております。で、先ほど名前がありました、メイキングノート賞というのがありましたけれども、このメイキングノートというのはどういうかというと、で、昨年まであのポートフォリ、昨年はポートフォリオ賞という名前だったんですけれども、どうやって参加者がビデオを作ったのか、そしてビデオを作ることを通じてどのように日本語を勉強したり調べたのか、ということを詳細に記録してもらうことで、ビデオ作成によって日本語学習をするための一つの仕掛けということになります。まあ、こういうポートフォリオっていうのは日本語学習でも最近、日本学習、語学学習でもすごく最近進められていて、自分で、その勉強の過程を自分自身が書いていくことにより、より学習を効果的に進めるという目的があるんですけれども、今回はそのビデオ作成にもぜひそういうことをやってもらって、それを実感してもらいたいっていう、そういう賞になっています。で、こちらはですね、例えばこれだけ言うとどういう内容かわからないと思うので、実行委員会で用意した例として、昨年の例がありまして、これですね、はい。ビデオをまず載せてですね、どうやってビデオの内容を考えたのかっていうこととか、ビデオのスクリプトなどを載せる。そしてどうやってスクリプトを作ったのかって、そのスクリプトを作った過程について、ビデオを作るとき調べたことという、どういうふうに、何を調べたのか、どういうふうに調べたのか、こういうことを記録する。で、ビデオを作ってどういうことが勉強になったのか。で、自己評価、うまくいったこととうまくいかなかったとこ、ことを書くということで、日本語、または、まあ、英語だけでもこちら、学習の過程ということで、かなり内容が難しくなるので、英語でも、だけでもいいんですけれども、日本語や英語で書いてもらうことによって、自分の、ビデオ作成を振り返り、自分の日本語学習を振り返るっていうことになっています。こちらとか、あともう一つの、これは昨年のメイキングノート賞、ポートフォリオ賞ということで、同じ最優秀賞の、トルコのチームグリが受賞したんですけれども、こんな風になっています。詳しくこうビデオの内容がどういうふうに考えたのかとか、日本語もかなりしっかりと書かれてますね。スクリプトもあるし、どうやってスクリプトを作ったのかとか、こういう過程について詳しく書いてあるということです。まあ、ビデオを作るときに、こう、今まで使ったことがないのに、くじねを知っていたと。そういうような話があって、新しい自分たちで、新しい自分たちの古い文化、まあ、温故知新的に古い文化を自分たちで発見するとか、そういういい機会になったことが、よく、メイキングノート、ポートフォリオを見て、分かりました。そういうことで、こちらが受賞した、メイキングノート賞、ポートフォリオ賞を受賞したということになるかと思います。はい。こちらメイキングノート賞です。で、こちらメイキングノート賞は応募が少ないので、実は賞を取るチャンスだと思います。で、また学習効果もあるので、ぜひ、先生の方からは、ただビデオを作るだけじゃなくて、その過程を記録するっていうことを、進めていただければと思います。はい。さて、どうしてビデオコンテストなのか。
ということで、今までビデオコンテストをやってきたってことを説明したんですけれども、どうしてビデオコンテストなのを我々は、運営しているのかということで、よく日本語の学習者対象のイベントとして、こういうコンテストとしてあるのは、やっぱスピーチコンテストってすごくメジャーなんですけれども、我々としてはスピーチコンテストに代わって、こうしてビデオコンテストを行っているということなんですが、まず、参加者のクリエイティビティが発揮できるということで、スピーチコンテストだとただスピーチであるって、なんか、あまりこう、クリエイティビティっていうのが出てこない部分があると思うんですけれども、ビデオということで、いろいろな映像だとか音楽だとか、そういうものも組み合わせてクリエイティビティを発揮できる。で、二つ目が日本語を始めたばかりの人でも参加できるということで、スピーチコンテストはやっぱり日本語だけがで勝負をするってことになりますけれども、ビデオの場合は映像という、いや、音楽を借りることができるので、まあ、日本語力があまり、まだ、伸びて、まだ始めたばかりの人でも、できるというコンテキストがあるので、参加しやすいということがあります。で、二人一組で参加することで共同することができるということで、これも大変重視しています。なので、前回までは三人からでもいいし、一人でも参加できるということにしていましたが、今回からは二人ペアで参加するということに、変更しました。で、四つ目、映像があるので他の人に見てもらう。安いということで、まあ、家族、友人も含めとかありますけれども、家族や友人が必ずしも日本語を理解する、できるわけじゃない。で、スピーチコンテストだとやっぱり日本語がわからない中で、それがどういうものなのかっていうのがちょっとわかりにくい部分があるんですけれども、映像があるので、まあ、様々な人に見てもらいやすいということがあります。で、異文化理解につながるということで、異文化を持った人に自分たちの文化を見てもらうということがすごく重要になってくるんですけれども、そういうものを意識して、じゃあ自分たちの文化どういうふうに見えるんだろうと。そしてまた先ほどのメイキングノート書にもありましたけれども、自分たちの文化を再発見すると。そういう部分にもつながるんじゃないかなと思います。そして、他の参加者のビデオを見るのも楽しいということで、ぜひこれ、皆さん、他の参加者のビデオも見ていただいて、どういうふうに他の国では作っているのかということも見ていただきたいと思います。はい、そして、ここに書いていませんけれども、もう一つ重要なことは、やっぱりこのオンライン時代ということもありますし、中東、北アフリカ全体を対象にしているので、やっぱり、今までのスピーチコンテストだと、どこか会場に集まってそこでスピーチをするというのが一般的だったんですけれども、オンラインでも参加できるというのはとても大事。で、オンラインでスピーチコンテストをするところも少しずつ出てきましたけれども、それだったらオンラインの良さをもっと活かすためにビデオの方がいいんじゃないかと。そういうことでビデオコンテストになっています。はい。で、ビデオコンテストの流れなんですけれども、1月7日ですね、まで事前登録。こちら事前登録は、必ずしてください。で、事前登録は、こちらにあるようにですね。メールアドレスを入れたりとか、チームの名前を入れたりとか、こういう感じで、E メールを入れたり、アドレスを入れたり、メーティングの図書に参加するかというところがあったり、タイトルを入れたりとか、そういう感じになってます。こちら、数分で終わると思いますので、まず、ぜひ、事前登録をしていただきたいと思います。そして、1月7日までに事前登録を、すいません。1月7日までに事前登録していただいた後で、1月15日までにビデオの登録をしていただけます。こちらは、あと YouTube に自分でビデオをアップすることが前提になっておりますので、その YouTube にビデオをアップした後に、こちらでビデオの登録をしていただくということになります。まあ、基本的には同じような情報を入れていただいた後に、この URL ですね。YouTube のビデオの URL を入れてもいただいたりとか、サムネイルを入れていただく。で、チームの写真を入れていただく。アップしていただくという形になっております。そして、メイティングノート賞を、ね、参加するかどうかという欄もあります。はい。すいません。はい。そして、1月20日までお待ちいただいて、実行委員会でビデオの確認、要するにビデオがちゃんと基準に合っているかという確認をさせていただきますね。そこの間、メールを待っていただいて、メールが来次第、確認があり次第、
ビデオの設定をパブリックにしていただけます。パブリックにすることによって、いろいろな人に見ていただけますし、シェアをしていただいて構いません。そして、一般視聴が1月22日開始して、2月16日にいいね賞が決定。で、2月18日にオンラインの審査結果を、オンラインで、審査結果を発表することになります。で、皆さんには、ぜひこのオンラインの審査結果発表会にも、出席いただきたいと思います。はい。そして、最後になりますけれども、どんなビデオが評価されるのかということについて、ちょっと簡単にご説明します。まず、テーマに合ったものということで、テーマと関係ないものは評価されない。これ当たり前なんですけれども、ちょっと昨年度などあまりテーマと関係ないものが送られてきたということがありまして、ぜひテーマに関係があるものを送っていただきたいと思います。もちろん、ちょっと違うものでもうまくテーマに絡めてっていうことはあると思うので、今回、私の一日ということですけれども、その私の一日の中に、こう、何か自分の国の文化的なものを入れたりとか、いろいろな、ちょっと旅行的なものを入れたりとか、そういうことは可能だと思いますので、ぜひ工夫して、作っていただければと思います。そして、オリジナリティなんですけれども、同じような内容が多い傾向があるんですね。何か、ビデオをいくつも見ていて、やっぱり、なんかこれ見たことがあるなとか、そういうものが多いので、やっぱり他の人には作れないような内容、自分だけのオリジナリティっていうものを考えながら作っていただきたいと思います。で、作成者のコミットです。これも大変重要なんですけれども、制作者の顔が見えない内容が多いんですね。先ほど言ったように、スライドショーを見せて、制作者がこう、ナレーションを入れるだけとか、そういうものだとやっぱり評価はされにくいです。で、また2人で作ったということがよくわかるものの方が評価されやすいです。やっぱり2人でチームワークで作ったものっていうのがよくわかると、やっぱり審査員からしてもこう何か親しみやすいものがありますし、そういう部分も考えてぜひ作っていただければと思います。そして、日本語のわかりやすさですね。こちらも、日本語をこう書いたものを読み上げているようなナレーションが比較的多いので、難しい日本語を使う必要はないので、授業で話しているような、授業で会のでの会話のような簡単な表現でもいいので、まずはやっぱりしっかり覚えて、自分の言葉としてこう、意味が伝わるように話してもらいたいと思います。で、音楽や映像ですけれども、こちらも音楽、特に音楽があまり効果的に使われていない傾向があるので、やっぱり映像の美しさに加え、音楽などを入れて雰囲気を作ることが、やはりいい評価をされるには大事だと思います。で、やっぱり映画やドラマを参考にして、やっぱちょっとした短編映画を作るような、そういうようなイメージで作ってもいただければいいんじゃないかなと思います。はい。はい、今回の説明は以上になります。どうぞ皆さん、学生さんに、参加をお勧めください。よろしくお願いいたします。